おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国ミズーリ州にある大学で野球をしております。さて、本題に入る前に皆さんに、感謝をお伝えします。昨日ですね、オンライン野球留学体験会というイベントが開催されました。本当皆さんですね、参加していただいた方、本当にありがとうございました。本当に年末のね、お忙しい中だったんですけども、たくさんの方に参加していただいて、僕自身もまた他の留学生たち自身もですね、本当にいい時間になりました。お互いに、野球留学ってについて何を知らないのかなっていうところとかもしっかりお伝えできたと思いますし、そういった中ではすごくいい自己時間になったのかなっていうところで、その後のアンケートもちょっと見たんですけども、本当に温かいメッセージ本当にたくさんいただいて、本当にやってよかったなというふうに思っております。本当にありがとうございました。またですね、今回参加できなかった方たちもですね、次回、ちょっといつになるシーズン入ってしまうのでいつになるかちょっとわからないんですけども、ぜひ参加していただいて、野球留学について、知っていただければなというふうに思っておりますので、こちらですね、また開催が決まり次第、このラジオだとか、いろんなところでお伝えしていければなと思いますので、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、本題に入りたいと思います。今日はですね、成功の確率を上げるために、戦略的に行動しようというところというテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思います。ですね、やっぱ基本的に、野球留学生だけじゃないんですけど忙しいですよね。なかなか例えば大学の宿題だったり課題だったり、授業だったりで野球の練習があったりで自主トレーニングもしなきゃいけなかったり、それでいうと他に課外活動、ボランティア活動だったりインターンシップだったり、いろんなことをしている中で時間が足りないみたいな、そういった方がほとんどだというふうに思うんですね。僕自身もですね、本当に毎日結構やることがたくさんあってっていった状況なんですけども、一つだけ抑えるべきポイントがあるなというふうに僕は思ってるんですね。で、それは何かというと、しっかりと優先順位付けをして、で今自分は何をやらなきゃいけないのかっていう、何を大事にしなきゃいけないのかっていうのをしっかりと客観視して、その上でそこに一番多くのリソースを割くっていうことをやっているんですね。例えば、僕自身、この前まで、就活をやっていたんですけども、就活っていうのはすごく大事ですよね。それで言うと、野球はオフシーズン、ある種オフシーズンなので、まだ、本腰は入れなくてもまだ大丈夫かなと。大学の方ももう4年生ですし、だいぶ慣れてきて、っていったところで、リソースはそこまで割く必要ないかなと。ところで今一番大事なのか何かっていうところを考えたときに、やはりその時は就活だったんですね。なので一日のほとんどの時間を就活に割いてましたっていう形で、戦略的に、時間の配分をすることが非常に大事だなっていうふうに思っております。そうするとですね、自分の、今生活にすごくメリハリができるんですよね。なんかだらだらなんとなく目の前にあるタスクをこなしている、毎日ではなくてですね、今ここはこういう課題があるからここに注力して、ここに注意して、こういう行動していこうみたいな形で全部の行動に意味が生まれるんですよね。で、本当就活の場合だったら、僕自身が、ここの会社、この会社についてここは調べようとか、今日は調べてみようとか、面接の準備しようとか、いろいろ考えながら行動していったわけですが、そういった中で、例えば1日が終わった時に、あ、今日はこれやったなっていうすごく達成感も生まれるので、メンタル的にもすごくいいんですよね。何もやらなかった、タスクだけただ毎日何も考えずに、こなしていた1日だと、1日が終わった時に、あれ今日俺何してたんだっけっていうことになりかねないんですよね。なのでしっかりと僕が今回言いたかったのはですね、何が一番今の自分にとって大事なのか、でそこに時間を割くことによって何が得られるのか、でこれはかつ短期的な目標じゃなくて長期的な方がいいです。就活に関しては大学卒業後にもう下手したら十何年も働くような、職場を決めるわけですから、そういった意味でより長期的なところで自分が今
何をしなきゃいけないのかっていうところをしっかりと見極めた上で行動する。野球留学だったら、例えば僕自身だと編入の学校探しをしていた時は、野球がシーズン中なので野球がもちろん一番大事なのですが、次に大事なのは何かというと大学探しですよね。だからそこに時間を割いて、例えば、野球の休息の時間はメールを書くのに当てたりだとか、大学を調べるのに当てたりだとか、そういった風に時間の配分をしていました。時間の配分っていうのは、なかなか簡単な、口で言うのは簡単なんですけど、なかなか実践するのは難しいよっていうところで、意識すると生活がガラッと変わって、すごく面白い時間が、有意義な時間が過ごせるんじゃないかなと思って、今日のテーマでした。テーマということで、お話をさせていただきました。まだこっちは12月30日なんですけども、今日は大晦日ですかね。皆さん、2022年最後の一日、素敵な一日をお過ごしください。良いお年を。ということで、本日のラジオは終わりにしたいと思います。2023年もよろしくお願いいたします。ということで、また明日お会いしましょう。バイバイ。